皆さんこんにちは、マリです。今回も動画を見ていただきありがとうございます。以前の動画では私の長野の自宅のお話をさせていただきました。今回はリラックスして違うテーマでお届けします。そう、今回は私のことをお話しさせていただきます。この動画はブログなので私の独り言もありかなと思いました。背景は娘と行った京都嵐山と横浜近辺の映像です。お楽しみください。さて、私には変な癖があります。それは今実際にアップロードする動画を編集中なのですが、次の動画のシナリオ、つまりこの動画が頭に浮かび上がってくるのです。それを忘れないうちにパソコンに書き留めます。家事とか他のことをしていても同じようなことがあります。ながらというわけではないのですが、作業の合間に別のことをします。でもそれをすると確実にメインの仕事が遅くなってしまいます。編集している日と投稿日の間が空いて遅くなるかもしれません。早めにアップロードしなければという焦りが湧いてきます。Mari's Life in Japan という英語版も投稿していますから焦りますね。まあこんな感じの落ち着かない毎日を過ごしています。この画面で私が食べているのは湯葉のあんかけです。娘が見栄えしないねと言っていましたが、確かにそうだと思います。でも最初の私には味も量もちょうどよく美味しかったです。ここからの映像は雨の横浜と私の住んでいるところの公園です。赤レンガ倉庫はあいにく閉まっていましたが、人は結構多かったです。さて、今日は起きたら頭がクラクラしていました。普段はエアコンの暖房なしでも電気膝掛けで体を温めますが、それも忘れてしまったので体が冷えてしまったようです。
あることをしていると夢中になって他のことを忘れてしまいます。自分の愚かさには呆れてしまいます。ただ最近ある方が趣味の合間に瞑想しているという話を聞きました。仕事中に瞑想は無理ですが、自由時間ならアイデアも引き出せます。きっと私の癖も瞑想の繰り返しなのだと思うようになりました。頭はまだフラフラしていますが、野暮用があるので出かけることにしました。数軒のお店を回った後、100円ショップに行きました。景品をもらうためです。ところがお店の店員さんが1枚シールが足らないと教えてくださいました。1枚のシールを得るにはあと300円の買い物が必要ということでした。でもこういう時に限って買うものが何もないのです。私が店内を見回していると、ある女性の方が2枚のシールを私に差し出されました。一瞬何だろうと思いましたが、彼女が私はシールを集めていないのでどうぞと言われました。多分その方は私がレジで数分間店員の方とお話しした時、会話を聞いていらしたのでしょう。私のシールが不足していて、そのためだけに買い物をするのはかわいそうと思われたのかもしれません。突然の申し出に私は彼女の好意に感謝してお礼を言いました。そして無事に景品のフルーツナイフをゲットできたのです。ここまでお話しすると、なんだそんなことかと思われるかもしれません。たったシール1枚のことでしたが、こんな小さなことに限らず私を満たしてくれる。私にはそれが神様の意図だということがわかります。なぜなら私は人生で不足を感じたことがなかったからです。というより自分の思ってる以上に与えられたという方が当たっているかもしれません。皆さんは信じられないと思われるでしょうね。私も初めはそうでした。特にお金持ちになったり有名になったりするわけではありませんが、満足できる人生です。でもそれはクリスチャンになった後のことです。それ以前は悲惨で困難なことの連続でした。経済力も体力も知識もなきに等しい私でも、ストーリーはまだ続いていきます。聖句が浮かんできました。ルカ伝19章16節、ご主人様あなたの一ミナで10ミナ儲けました。主人は言った、良いしもべよ、あなたは小さいことに忠実であったから10の町を支配させる。